今から2日目宇都宮スタート。なんか変な虫来たもう。明日漫画美術館にくじ入りでどうでしょう。始まるよ。あー、1日目、宇都宮、2日目山形。本当はね、1日目宇都宮、2日目山形、3日目の早朝に秋田に入りたいと思います。お昼までには着くだろうな。明日漫画美術館にくじ入りでどうでしょう。朝の体操だよ、両手を広げて脳裏に言うて、ぐぐりぐりパンパン、ぐりぐりぐりパンパン、てて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 て。秋田県入りました。10時過ぎぐらいか今だから、合計何時間、3時半、4時ぐらいに出て、16時ぐらいに出て、で、走っては休憩してを繰り返しましたけども、計算の時16、28、足す2日目24、32時間、まああと30分から1時間でプラスで、おそらくですが美術館に着くと思います。横手市じゃないな、これは湯沢市。僕ね、そうなんですよ、東京からです。原付で、原付でほんまです。東京からで、理由があって、このちょっと行った先にですね、マスダ漫画美術館、え、こっち？あ、そうです。マスダ漫画美術館ですよね。マスダですよね。はい。マスダ漫画美術館。はい。横手市の。はい。うん、ここから大体、30分とか40分ぐらい。こっちですか？そう。向こう行くと宮城まで戻って行っちゃうから、宮城県。ずっとこうやって上がってきて。あの山形の方から。はい。はい。山形の方から来て、あの、ちょっと今、10分ぐらい手前に大きい割と交差点。ありました。うんうん。そこでこっち曲がってきて。はい。右曲がってきて。はい。横手とか湯沢とか横手とか、まっすぐなんだ。そう、こっち行くとあとはもう、あの、宮城県の県境です。あ、こっちやろうと思って自分の信じて来ました。あ、危な、これお姉さんに言ってもらってなかったらこっち行ってました、ずっと。戻ります。こう主演、主人公の女の子、僕なんですよ。それなに、マスダ漫画美術館でやるんですか。やってるんですよ今、明日までやってるんですよ。よかったな、チラシ
よかったらチラシってもしよかったらいいですか。すいません、ありがとうございます。はい、行ってきます。ありがとうございます。いや、道間違えてんのかよ。あ、こんなフレッシュ菅寄らしてもらってよかった。ああ、戻ろう。もう少しだな。あ、あれか。あった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 。マスダ漫画美術館あったぞ。あったぞ。これだ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 。これだ。着いたー。わあ。漫画美術館だー。すげー。着いたぞー。神戸先生がいる。神戸先生、よいしょー。着きましたよ。着きましたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。いや、疲れたー。疲れた、本当に。あれですか、こうしっかり告知はできましたか、映画の。何人か、はい。はい、もうこの辺りで畳み掛けましたね。あ、なるほど。はい、2、3組。はいはいはい。いやー、着きましたね。どうですか、ゴールは。いや、最高。最高。ここに自分の映画上映されてるわけでしょ。そうですね。ゴール。どうも、小泉静香です。増田漫画美術館で行われている森永愛回顧展で、私が主演の映画秘密の花園が上映されていると聞いたので聞いちゃいました。それでは早速どんな感じで上映されているか見に行ってきたいと思います。ついてきて。瞬間も森がない太鼓店っていうのがあるわよ。じゃあ、ないでしょ。あ、うわっ、すごいんだけど。こんにちは。うわすごい、嬉しい。見て、なんでこれ、え、何してるの。
てくるって聞いて、安藤さんの方が用意してくれたの、すごい嬉しい。あ、扉が開いたりしまった。ここだとちょうど中途半端な位置に立ち止まってしまったわ。失礼します。わー、すごが今日来るっていうのを分かってくれたみたいで、小泉静香です。かわいい。ありがとうございます。あの、いろいろと先ほどもお声掛けいただいたりとかしてすごい嬉しかったです。もらいました。お土産までもらっちゃいました。はい、ということでですね、4月17日からですね、池袋、ヒューマックスシネマの方で映画の方もスタートしますので、ぜひそちら皆さん見てください。それでは帰りたいと思います。
野生の猿おる。3匹おる。4匹おる。5匹おる。めっちゃいる。動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録も皆さんしていただいてありがとうございます。まだしてなかった？してそれはしてください。お願いします。